福岡西鉄タクシー株式会社は、福岡県福岡市に本社を置く、西日本鉄道系列のタクシー会社である。小型、および中型のタクシーを所有し、福岡市内に2つの営業所を持つ。また、貸切バス事業を行っているほか、2015年12月より、乗り合い事業も行っている。は、片タクシーからの継承者、日産。 クルー福岡西鉄タクシー623-170台を保有し大半の車両がトヨタコンフォートである。カラーリングは黒一式とオレンジ色クリーム色のツートン色の2種類であるが例外として2001年に劇団式のミュージカルライオンキングの公演に合わせてライオンキングタクシーという塗色を施したことがある。黒一式の塗装は1990年。 小型タクシー車両のクラスアップの動きで、トヨタマーク2よびマツダカスタムキャブを導入した際に採用したもの。それ以前は、オレンジクリーム色のツートン塗装のトヨタコロナを使用していた。1992年からは、オレンジクリーム色のツートン塗装のマーク2も導入している。社名表示等の衣装は1996年以前に使用されていた。 西鉄の旧車門と同一である。2011年2月14日より、日産リーフが導入され運行を開始している。料金は小型車料金とされている。は、カタクシーからの事業譲り受けに伴い、同社が保有していた、日産クルーやトヨタプリウスを引き継いでいる。トヨタクラウン9台、日産セドリック2台を持つ。カラーリングは黒一式のみ。 2016年より参入した貸切バス部門については同年に定員28名、運転士のマイクロバスなどを導入している。福岡市中央区天神に2カ所自社専用のタクシー乗り場がある。2008年3月1日から所有する全車両を禁煙タクシーとしている。以下はすでに解散した事業者2015年12月7日より福岡市地下鉄、 七熊線橋本駅周辺部を循環するバスの運行を開始した。運行開始当初は路線バスであったが、2017年12月1日より乗り合いタクシー形態に移行した。2020年6月1日をもって路線を廃止し、オンデマンドバスのルートに転換された。AAB 福岡西鉄タクシー株式会社第一期決算広告。 西鉄グループタクシー4会社の会社分割及び中間持ち株会社設立に関するお知らせ西鉄公式ウェブサイト2015年4月1日閲覧西鉄タクシー事業 HD 化7月乗務員育成を強化毎日新聞2015年3月31日地域と公共交通をつなぐ循環バス橋本駅循環ミニバス12月7日福岡 西鉄タクシーが、試行運行開始西日本鉄道株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ w w w n i s h i t e t s u c o j p スラッシュリリーススラッシュ2015スラッシュ 1516pdf2015 年12月3日閲覧。ab、福岡西鉄タクシー貸し切りバス事業参入西日本鉄道株式会社 http://www.nishitetsu.co.jp ht コロンススララッッシシュュスラッシュリリーススラッシュ2016スラッシュインフォメーションスラッシュ 165050pdf2016 年6月23日閲覧福岡西鉄タクシー2日市地区での事業強化について西日本鉄道株式会社 http://www.nishitesu.co.jp スラッシュリリーススラッシュ2016スラッシュ 16080pdf2016 年12月11日閲覧完全子会社の吸収合併に関するお知らせ西日本鉄道株式会社2019年7月21日閲覧 福岡に私鉄タクシー、ゼロエミッションタクシー2月14日より営業開始2011年2月14日付に私鉄、グループニュースリリース。ありがとうございます。